公認会計士税理士の白岩です。静岡市駿河区で会計事務所の代表を務めております。今回はイベント開催ノウハウについて、集客のツールについてお話ししたいと思います。集客のツールをテーマにしたいと思いますけれども、私は基本的に Facebook を今使っております。 Facebook のイベントページというのを立ち上げて、そこで参加されたい方にお申し込みいただくという形ですね。これが一番楽かなと思います。時間かからないですし、労力も、お金もかからないので一番いいんじゃないかなと思います。ただ Facebook 使い始めたのが 2,3 年ぐらい前ですね。本格的に集客として使い始めたのは 2,3 年前の設定でして、それ以前は E メールでした。まあ、Facebook も今ほど人気がなかったので E メールを中心に募集していました。で、私がいろいろなところで名刺交換させていただいた方を Excel でデータベースにして、そちらからお声掛けをするということですね。で、E メールで特に良かったなと思うのは、自分の好きな人を好きな人を呼べる、好きな人しか呼ばない、この人好感持てる男性だなとか、この人綺麗な女性だなみたいな、自分がいいなと思った人だけ会にお越しいただくというようなスタンスで最初はありました。そうすると自分の会が自分の好きな方だけということでですね、自分も、やる気が出ますし、その方たちに貢献したい、で、その好きな方たち同士でつながってくださいねというようなコンセプトでやっていまして、大変自分としても面白かったです。ただ途中から前にも会が人気が出て大きくなりすぎたので、そのうち Facebook に移行して、最初は多少混乱がありましたけども、今は落ち着いて Facebook で集客をさせていただいております。大体80人ぐらいお集まりいただける会にさせていただきました。